いただきます。すごい日が落ちるの早くて結構暗くなってしまって慌ただしく撮影したんですけど、まあ、まあまあ良い撮影が出てました。やっぱ神社とか、うん、日本家屋じゃないですか、その神聖な場所ってすごい雰囲気もいいし空気も綺麗だし、なんか撮影しながらだけどすごい行けて良かったなって思います。職場のショートケーキ頼んでしまいました。いただきます。生クリームが美味しいです。こちらもまずパクチーすごいキープになります。いちごって今ちょうどいちごの旬の時期、いちごの旬の時期なんですけど、私の出身の千葉県の鳴門町っていうところなんですけど、ここにストロベリーロードがあって、ストロベリーロードっていう名前の由来通り、もうストロベリーの農家さんがすごいいっぱいあるんですよ。で、小さい頃は、まあ、保育園とか幼稚園の時は、ここに行って、食べ放題、いちご食べ放題をよくやってたのが、それをちょっと思い出しました。あの結構いちごよく食べてて、好きなんですよ。もし鳴門町行っ子だったらぜひイチゴ食べてほしいです。あんまりイメージがないかもしれないんですけど、甘いもの好きなんで、結構ブラックコーヒーも好きで、まあ結構飲むんですけど、そうブラックコーヒー飲めるようになったぐらいが最初大人っぽくいたいからだったんですよ。38歳ぐらいの頃かな、会社員やってて、ちょっとコーヒーによって飲めないわーってなったのがちょっと重っぽいかなと思って飲み始めたの、最初はそういうのが今自分の見えからだったんですけど、今はもう本当好きだなって感じで飲めます。ケーキとコーヒーって神のセットだと思ってます。ジェンガ、ジェンガだと崩れるやつ。美味しいです。運動してるのに、ね、今ケーキばっか食べやがってって思われるかもしれないですけど、やっぱ必要だと思います。そう、これかな。
クリスマスの時期なんで、まあ、合法的にケーキを食べれる日がもう一日あるなって考えるとちょっと嬉しいですっていうのっていうすごい食いしん坊なんですけど。